全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは2頭、トニセツ、世界王伝説に。まずは先行争い、7番ミレニアムマシリカ先頭を伺います。2番手10番フォーマンエーマス、15番ネプーズ好位をキープ、13番セレスティアル好位をキープ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。内抑えて2番スカーレットキング、それから17番ホジヤマホジノ、続きまして18番世界王伝説に、少し差が開いて5番カクテルドルフィン、4番 AI ロボット真ん中あたりにつけています。内側1番ジャドウユーコ、2コーナーを抜けて向こう上面、外から14番モリアスワコ、後ろに8番塩のぼんじり、内押さえて3番リアルーナ、続きまして11番トリセツ。 1000m の通過タイムは59秒9、内から6番テルガン、その外9番アンコールミルク、3馬身相手16番オリタニポット、12番横乗りの追い込み後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、主導権は7番ミレニアムマシリカ、後ろに10番フォーマンエーマス、15番レッグーザ好位をキープ、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。1番人気13番セレスティアルこの位置、1番人気セレスティアル現在4番手、内から2番スカーレットキング、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。ミレニアムマシリカどうか、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、そしてフォーマンエーマス、先頭はミレニアムマシリカ、フォーマンエーマス離れて追走。 200m を通過した。ミレニアムマシリカ足色は衰えない。スカーレットキング勢いよく追い上げる、激しい叩き合いになった。スカーレットキング差し切って合理、勝ったのはスカーレットキング、鞍上は横山武史騎手。スカーレットキングブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着にはセレスティアル。